皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。さあ今日はですね、本日7月12日の午前0時からアマゾンプライムデーですね、アマゾンのセールの中で年間最大のビッグセールが始まっておりますので、おすすめのお買い得商品を紹介していきたいと思います。で今回ですね、期間が本日7月12日の午前0時もうスタートしているんですけれども、明日13日の23時59分14日に日付が変わるまでしかありませんので、もう賞味ね2日間ありません。またですね、売り切れてしまう商品もたくさんありますので、欲しい商品があるという方はですね、ぜひこの動画を参考にして早めにお買い上げいただけたらと思います。それではね、早速いってみましょう。はい、ではね、お買い得商品を紹介していくんですけども、その前にですね、お得にお買い物をしていただくためにもうお約束なんですが、キャンペーンのね説明をさせていただきます。今回もですね、いつも同様ポイントアップキャンペーンをやっております。ただね、年間最大のセールですので、やっぱり全然ポイント還元率が変わってきております。最大 12% 還元ですよね。これすごいですよね。通常 6% ぐらいですからね、いつもの倍ぐらいのポイント還元になっております。ただちょっとね、ややこしいところもありますので、細かいところね説明させてください。まずですね、このポイントアップキャンペーン、キャンペーンにエントリーする、これをね必ずクリックしてください。Amazon にログインした状態でクリックしただけでキャンペーンエントリー完了になります。でまた条件としてですね、このセール期間中合計で1万円以上のお買い物をするというのが条件になっております。でポイント還元ですけれども、まず Amazon プライム会員であればプラス 3% で、基本的にプライムデーっていうのはプライム会員のためのセールですので、プライム会員でないとこの恩恵を受けられません。ですのでね、この機会にぜひプライム会員にも入ってください。月々500円もしくは年間4900円の2つのねコースがあるんですけれども、30日間無料体験中でもこのね恩恵を受けられますので、ぜひねご利用ください。ただね、このセールが終わってすぐにやっぱり無料体験やめますというのはポイントは返ってきませんので、その点はねご注意ください。であとですね、 Amazon ショッピングアプリで買い物するとプラス 0.5%、 これね忘れがちなので、いつもね PC で買い物されている方ご注意ください。でそしてお会計ですけれども、 Amazon マスターカードでお支払いの場合最大 4% 返ってくるということで、ここまでで 7.5% なんですね。通常 6% ですので、ここまででもかなりお得なんですが、先ほど 12% って言ったじゃないですか。これなんですよ。 Amazon デバイスに関してはさらにプラス 4.5% ということで 12% ポイント還元になります。ですのでもうお分かりですね、今回のプライムデーは Amazon デバイスが超お買い得です。で今までね、 Amazon デバイスで欲しいものがあったという方はもう今回もう絶対購入してください。この機会を逃すとおそらくね、これ以上にお得に買い物することができるっていうのはないと思いますので、ぜひね今回購入してください。ただね、今回ポイント還元注意してほしいのは、あくまでも 12% っていうのは Amazon デバイスに限ってのことです。通常他のものはですね 7.5% までということになっておりますので、一緒に購入してもね、その点はポイント還元違うんだということはご理解ください。はい、またですね、もうセール始まっているんですけれども、さらにお得に買い物したいという方はですね、ギフト券チャージですね、これをぜひご利用ください。でギフト券チャージね、現金のチャージ額に応じてポイント還元が変わってきます。最大ですね9万円からになると、プライム会員であれば 3% ポイント還元されるんですが、今回さらにですねちょっとややこしいんですが、これですね、ステップ2、 Amazon Pay で使うと加えて 2% ポイント還元がありますよというキャンペーンをやっています。どういうことかというと、 Amazon Pay は実は Amazon ではほぼ使えないんですよね。下にありますけれども、こういったですね別の EC サイトでもし Amazon Pay が使えるということであれば、この Amazon のチャージ額で支払うことができると。でそうすると先ほどのプラス 2% ですよっていうことなんですよね。まあ有効期間がね、 Amazon チャージって10年ほどあるそうですので、まあこの期間にねたくさん入金しておいて、で Amazon では販売されていない他のね EC サイトの商品が欲しいという場合にねお使いいただけたらと思います。はい、またね、今回プライムデーに関連してキャンペーンねいろいろやっておりますので、こちらもねぜひエントリーしてください。例えばですね、スタンプラリーですね。でこれね、プライム会員であれば簡単にね達成できるものばかりなので、でしかもですね、スタンプラリーに関しては期日が7月19日までということなので、
まあ、無理なくね達成できると思いますので、ぜひねエントリーしてください。最大で5万ポイント当たるということなんですが、実は去年のブラックフライデーの時にですね、僕500ポイントいただきました。10人に1人が当たるっていうふうに書いてありますけれども、今まで当たったという人を聞いたことないなと思っていたんですが、実際に当たりますので、ぜひねこれエントリーしてください。はい、それではねお得な商品紹介していきたいと思いますが、まずはですね、先ほど言ったように Amazon デバイスですよ。で、今回ね、いろいろと割引率の高い Amazon デバイス出揃っているんですけれども、中でもお得なものちょっと紹介していきたいと思います。はい、まず1つ目、スマートスピーカーですが、エコーショー5第2世代ですね。これお得です。で、通常ですね8980円のところ3980円、 56% 半額以下です。ぜひこの機会に購入しましょう。なぜこれをおすすめしているかというと、モニター5インチのモニターがついているんですね。それで普通のスマートスピーカーのように、まあ、音声だけっていうのもまあいいんですけれども、モニターがあるのでいろいろな使い道拡張して使うことができます。で、どんな使い道があるのかっていうところなんですが、今回ねおすすめ品の中にこれがあるんですよ。最近出たシリーズなんですが、リングビデオドアベル4というもので、これ、まあ、いわゆるインターホンですね。まあ、お客さんがねピンポーンってこう押してやってきたと。で、この時にカメラがついていて映像が映るわけなんですけれども、誰が来たのかなっていう映像を先ほどのエコーショー5に映るわけですよ。そういう使い方ができますので、まあ、エコーショー5ね気になっている方はこの機会にぜひ買っていただきたいし、で、その後ね、いろいろな製品と組み合わせてスマートホーム化するための、まあ、キーデバイスとなるということが魅力なので、ぜひね、この機会に購入していただけたらと思います。で、このね、リングビデオドアベル4、実は僕先ほどもポチりました。というのもですね、結構お高いものなんですよね。通常 23,980 円なのですが、31% オフ 16,480 円で、さらにここに 12% ポイント還元がつきますので、めっちゃお得なわけですよ。もしね狙ってる方、こういったねセット製品もありますので、こういったものもね利用して一気にね導入するというのもありだと思います。このセット製品の場合は通常 32,960 円のところ 17,960 円、46% オフですね。15,000円オフになっています。はい、またですね、他の Amazon デバイスで言うとこれですね。はい、超おすすめなのが Fire TV Stick の 4K Max の方です。で、 Fire TV Stick に関してはぜひねこの一つ上のモデル 4K Max をご購入いただけたらと思います。もしご家庭のテレビが 4K 対応であれば、絶対こちらをね買って 4K で美しい画像を見ていただけた方が後々ね後悔しないと思います。で、こちらがですね通常6980円のところ3480円、 50% 半額になっております。で、もちろん 12% ポイント還元、ぜひねこの機会にご購入いただけたらと思います。はい、続いてですね、 Apple 製品なんですが、今回ですね目玉が Apple Watch シリーズ7ですね。で、0時スタートですので、もうすでにですねだいぶ在庫が減っております。この動画が出る頃にはもうすべて売り切れてるかもしれませんが、その点で、ね、ご容赦ください。はい、またですね、こちら AirPods Pro ですね、マグセーフに対応した充電ケース付きの2021年モデルの AirPods Pro、 こちらがねお安くなっております。参考価格ね通常 38,800 円ということなんですが、これは最近値上げした価格なんですよね。で、セール特価として 31,000 円、 20% オフとなっていますので、まあこれはねお買い得かなと思いますけれども、さすがにねもうすでに古くなっているモデルですので、音質にこだわるという方はね他のメーカーさんのものを購入した方がいいかなとも思いますし、いや音質はそれほど気にしないと、 Apple のデバイスとの連携のね良さ、そちらにね重きを置きたいという方にはねおすすめしたいと思います。はい、続いてね、アンカーさんの製品ですね。で、アンカーさんのまずポータブル電源、充電器などのページからなんですが、はい、こちらでねおすすめしたいのがアンカーパワーエキスパンド 8-in-1 という USB-C ハブです。はい、こちらの製品ね、僕も動画で以前紹介したことがあるんですけれども、 USB-C ポートがね2つありますよね。1つは PD 対応、まあ、充電対応ですよね。で、もう1つがデータの通信対応なんていうんですけれども、このね2つあるのでiPad にね非常にいいと思います。で、しかもね通信速度が Gen2 10Gbps ということなので早いですし、あとね SD カードとマイクロ SD カードのスロットが分かれてますよね。これ2枚同時に挿して同時に読み込むことができますので、そういった点もね非常に便利だと思います。で、この USB-C ハブ、僕は iPad と MacBook Air
両方で使うということを考えておすすめしているんですけれども、もしね同じような条件で使いたいという方にはですね、今のところこれが、まあ最善の選択かなという感じでおすすめしているもので、こちらがですね通常7999円のところ 20% オフの6392円になっております。はい、続いてもアンカーさんですね。これね僕は使ったことないんですけども、かなりねいいというふうな評判を聞いていますので、ちょっとねおすすめしておきたいと思います。アンカー610マグネティックフォングリップというもので、まあ、いわゆる iPhone の裏側につけるリングですね。でマグネット式ですので脱着可能ですし、そのね磁力が結構強いということで割とねいい評判を聞いております。はい、続いてもねアンカーさんなんですが、今度はオーディオロボット掃除機関連ですね。こちらからはですね2つほど紹介したいと思いますが、まずはロボット掃除機の、一番トップモデルですね、アンカーユーフィロボバック X8 ハイブリッドです。でねこのロボット掃除機何がいいかというと、マッピング機能がついていて無駄に同じところを何回も掃除しないんですよ。最短時間で掃除してくれます。でまたちょっとこの写真では見えにくいんですけれども、通常のですね吸引掃除だけでなく水拭き掃除、モップ掛けもしてくれるんですね。で非常に高性能なロボット掃除機ですので、通常価格結構お高いんですけれども 59,800 円のところが今回セール 33% オフ 39,990 円、4万円を切る価格になっております。某ロボット掃除機の有名メーカーさんでいうと、吸い込みの吸引の掃除機とモップ掛けの掃除機って別々になっていますよね。でしかも1台ずつがこのアンカーさんのロボット掃除機よりもかなりお高いんですよ。それを考えるとですね、めちゃめちゃお得な掃除機だと思います。はい、続いてね、イヤホンですね。アンカーサウンドコアライフ P3IPX5 の防水規格にも対応しているもので、まあ、スポーツシーンなんかでもね使うことができます。でもちろんねノイキャンも対応しているんですが、それでね、この価格なんですよ。通常8990円なんですね。で通常価格からしても安いんですけれども、今回セール価格 20% オフの7192円となっております。はい、続いてね CIO さんの製品に行きたいと思います。はい、CIO さんの製品からまずはこちらモバイルバッテリーなんですが、今のところ僕の一押しのモバイルバッテリーです。スマートコビープロ 30W というモバイルバッテリーなんですが、こちらがですね 15% オフ、通常4378円のところ3720円でセールになっております。はい、でね、僕もこれ使っているんですけれども、僕はまあ黒いタイプを使っているんですけれども、まあこのサイズ感ですよ。カードサイズなんですよね。でしかも1万ミリアンペアで 30W 出力です。でまたちょっと多分チラチラすると思うんですが、はい、こんな感じでですね数字で残量を表示してくれるんですね。こういった点も非常にいいですよね。今のところね、僕のレギュラー持ち出しモバイルバッテリーとなっているもので、もう本当にねおすすめ品です。はい、続いてもモバイルバッテリーなんですが、今度はですねプラグ内蔵タイプですね。スマートコビープロプラグというもので、こちらも1万ミリアンペアで 30W 出力なんですけれども、先ほどのものと違うのはプラグを内蔵していますので、コンセントにね挿して、このモバイルバッテリー自体の充電が非常に簡単ですし、コンセント挿している状態だと充電器としてもね使うことができるんですよね。で比較的新しい製品なんですけれども、通常ですね6578円のところ 17% オフの5480円で登場しております。はい、もう一つモバイルバッテリー、スマートコビートリオ 65W、 これ2万ミリアンペアのモデルです。で大きいモバイルバッテリーね欲しいという方はこれをね今回おすすめしておきます。 65W 出ますので MacBook も十分ね充電していくことができますし、またですねポートが USB-C2 つと USB-A ポートが1つ、3つのポートを備えていて、同時にね接続した場合合計で 95W 出力できるというモバイルバッテリーですね。ですので、まあ、複数デバイスですよね、 MacBook と iPhone とか iPad も使ってますよという方にねおすすめしたいと思います。はい、こちらね、割引率は書かれていないんですけれども、セール特価6980円となっています。はい、もう一つね、充電器ですね、CIO さんのノバポートデュオ PD45W タイプです。でこちらの製品ですね、いろいろな出力タイプのモデルがありますので、まあ、ご自分のデバイスの充電に合わせたものをお買い上げいただけたらと思いますが、ここではですね一応僕が使っている 45W のモデルを紹介しておきたいと思います。僕が使っているのは白いモデルなんですけれども、プラグがねこういうふうに内蔵できるタイプで非常にコンパクトになりますよね。でまたポートが2つあります。今お見せしているのは USB-C ポートが2つのモデルなんですが、1本だけつないでね充電する場合は最大 45W、
で2本同時につなぐ場合は 20W ずつというふうにですね出力を割り振るんですけれども、僕の場合 MacBook Air、iPad、iPhone を充電すると、 MacBook Air の場合は最大出力で、であと iPad と iPhone は2本同時につないで充電というような形で使っておりますので、 MacBook Air をねお持ちの方に本当にねおすすめしたい充電器になっています。はい、こちらがですね通常3980円のところ3280円、 18% オフとなっています。はい、続いてはねピタカさんですね。でピタカさんの製品ね結構通常お高いんですけども、今回ねかなり割引かれてセールに登場しております。でいくつかねおすすめ品紹介したいと思います。はい、まずこちらですね、比較的新しい製品なんですが、ワイヤレス充電器 3-in-1 です。でこういうふうにですね iPhone を立てて、まあ、後ろのマグセーフから充電するわけなんですけれども、同時にこの背面ですね AirPods も充電できますよというモデルになっています。でまたここの部分ですね、この部分、これがモバイルバッテリーになっていて取り外すことができるんですね。なので持ち運んでモバイルバッテリーとして iPhone をね充電することもできるというモデルです。はい、こちらがですね通常 14,999 円のところ12,749 円、 15% オフになっていますが、さらにですね Apple Watch も充電したいという方にはこちら、ここにですね Apple Watch 用の充電器がくっついたタイプですね、こちらは通常ですね 19,999 円のところ 15% オフ 16,999 円となっています。またね Apple Watch ユーザーの方のためにこのバンドですよね、かっこいいですよね。これね僕も欲しい欲しいと思いながらなかなか買えないんですけれども、通常9,299円のところが 20% オフ 7,439円となっていますので、このねカーボンのバンド以前から欲しかったんだという方はですね今回お買い得だと思います。でこのバンドと合わせて使いたいのがこちら、ピタカさんの Apple Watch 対応ケースですね、シリーズ7用 45mm なんですが、もちろんね 41mm 対応のものもあります。でこれもね僕使っているんですけれども、めちゃくちゃ軽くて、で脱着も簡単で、でこれ黒いモデルにつけていますけれども、僕はねシルバーというかスターライトのモデルなんですが、明るい色のモデルにつけても大丈夫です。こちらがですね通常3999円のところ 15% オフの3399円となっています。はい、あともう一つね、iPad 用のスタンド兼充電器、これをご紹介しておきます。マグイージースタンドとケースのセットですね。でこれ写真でちょっと分かりにくいんですけれども、iPad に専用のケースをつけて、でこのスタンドにつけると、そうすると充電することができますよ、スタンドにくっつけただけで充電できますよっていうモデルなんですね。でこれがですね通常 11,499円のところが 20% オフの 9,199円となっています。でこれね iPad だけではなくて、このスタンドの底面の部分ですね、ここも充電器になっていて、地位充電かな、 iPhone を置くと地位充電の充電パッドとしても使うことができます。はい、カメラに行きますね。今回お買い得なのは DJI Action 2ですね。で前回もセールでねだいぶお安くなってきたんですが、今回ねさらにお安くなっておりまして、通常 63,800円のところなんと 40% オフ 38,280円、4万円切ってきました。これはもうお買い得ですね。当然ながら過去最低価格になっております。まあ、このカメラに関してはね熱で停止しやすいとか賛否両論あるんですけれども、まあ、この価格ならもういいだろうというような感じまで落ちてきた。前から気になっていたという方はですね今お買い得だと思います。はい、同じくアクションカムなんですが、今度はインスタ360 GO2 ですね。こちらもですねかなりお安くなっておりまして、 14% オフ、通常3万6000円のところが3万800円となっております。はい、まあ、これもね、僕使っているカメラで、こんな小さい、よいしょ、親指大のカメラなんですけれども、まあ、アタッチメントねいろいろ使って胸にねこうやってつけて撮影したりとかですね、いろいろできて、普通のねカメラ、アクションカメラではできないような撮影もできますので、使い方次第でね非常に面白いカメラだと思います。はい、でこちらのカメラが通常3万6000円のところマイナス 14% ということで3万800円でセール価格になっております。はい、あとですねワイヤレスマイクなんですが、ロードのワイヤレス GO2、 こちらがセール価格なんとなんと参考価格 45,100円のところ 36% オフ 29,086円、3万円を切る価格で出ております。でまさしく今僕がこのね、撮影に使っているマイクなんですけれども、最近ですねこういったワイヤレスマイクたくさん登場してきております。
で、まあ他社メーカーのね追い上げが激しいところなんですが、本当にねこのマイクは安定していますし、ノイズが入ることもほとんどありませんし、また一つのレシーバーに対してマイクはね2つあるんですよね。ですので対談とかですねインタビュー動画を撮るのにも適していると思います。ワイヤレスマイクをね検討されている方、今回本当にお買い得ですので、ぜひねご購入いただけたらと思います。はい、それからですねフレキシスポットさんのスタンディングデスクですね。でこれも僕は今使っているデスクなんですけれども、タイプがねいろいろあります。僕が使っているのは EJ2 というタイプなんですが、一応ですね中でも、まあ、スタンダードというかいいものこれ紹介しておきたいと思います。 E7B は、まあ、ブラックですけれども、こちらをね紹介しておきます。通常 51,700円のところが 30% オフの 36,190円ということです。でただねこれも結構お高いので、まだね安い製品もありますので、フレキシスポットさんのセール対象品ねいろいろ検討していただいて購入されるといいと思います。本当にねスタンディングデスク、僕腰痛がひどくてこれ導入したんですけれども、ずっと座りっぱなしで腰が痛くなると立ち上がって仕事をすると、で立ち上がって疲れてきたなとなると今度はね座って仕事をすると、この繰り返しね腰痛に本当にいいですので、このスタンディングデスクね導入してから僕は腰痛がなくなりました。今現在お家で仕事をするのがメインになっている方で、もう座りっぱなしで腰の調子がっていう方にね本当おすすめしたいと思います。はい、デジタルガジェット関連はここまでにいたしまして、次ですねアウトドア系いきたいと思います。でまずはテントですけれども、ネイチャーハイクのハイビーというテントですね。でこれ僕今狙っているテントで、通常 23,900円のところ19,120円、 20% オフ。まあこれはですね価格的にはいつものセールと同じぐらいの価格なんですよね。以前の価格と同じぐらいですので、プライムデーだから特にお得ということではないんですけれども、2人までで使うのであれば十分な広さ、そして全室がですねこういう風になっておりまして、タープがなくてもある程度ねここで煮炊きができると作業ができるというので、ちょっとね欲しいなと思っているテントです。はい、続いてこちらですね、キャプテンスタックさんの B6 サイズのねかまどなんですが、これ僕が使っているものです。で B6 サイズというと、まあ、結構小さいんですけれども、ソロキャンプだったらもうこれで十分ですよね。でまたこれ小さすぎてね薪が入りづらいんですけれども、このね前側のプレートがついてるセットなんですよ。ですのでこういった風にですねちょっと長めの薪もこのプレートをつけることで使うことができますし、またね最近薪もですね小さく短く切ったものを売ってくれていますので、まあちょこっとねソロキャンプで焚き火を楽しみたいとか調理したいという方にはねこれで十分なんじゃないかなと思います。でこちらがですね通常3133円なんですが、セール価格2580円となっています。でもう少しね大きな薪を使いたいとか、あるいは大人数で焚き火を囲みたいという方にはね、こちら東京キャンプさんの焚き火台をおすすめしておきたいと思います。キャンプ好きの方見てすぐ分かると思うんですけど、ピコグリルという有名な焚き火台があるんですけれども、まあそれにそっくりなものなんですけれども、品質はね非常にいいということを聞いておりますのでおすすめしておきたいと思います。で通常4980円のところが 20% オフの3984円となっています。でついでにですねこの焚き火台をおすすめする理由が、こういったねアクセサリー類が豊富なんですよね。風防とかですね、それからプレートとか専用のものが売られていますので、まあこういった面でもねなかなかいいんじゃないかなと思います。はい、続いてね、ウエストバッグです。アークテリクスのマンティス2ですね。これ並行輸入品のようなんですが、通常6580円のところが4708円となっております。はい、でこれも僕が使っているもので、もう一番少ない荷物でお出かけの時は 100% これを使っております。で何がいいかというと、これは僕が使っているマンティス2なんですが、この後ろにねここにポケットがあるんですよ。でこれがですね iPhone 入れるのにちょうどいいんですよね。でこのポケットねチャックもないし蓋もないんですよね。でもそれが逆にいいんですよね。スマホを出したり入れたりが本当に簡単で、その便利さでねもうこれ手放せなくなっております。はい、ここからはね食品を少しだけ紹介しておきます。で僕いつもおすすめするのがミックスナッツですね。小分け3種ミックスナッツ、これ小分け小袋に分かれているタイプで、まあ食べ過ぎないのでね非常にいいかなと思います。で通常価格3000円となってるんですが、これねいつもセールで1910円なんですよね。はい、こんな風にですね同じ価格でいつもセールに登場してきております。まあですのでねプライムデーだから特に安いということではないんですけれども、3時のおやつとかでね甘いものを食べる代わりにミックスナッツを食べると
いうのを体にねすごくいいので、これねぜひ習慣化していただきたいなと思っていつも勧めております。でグラムあたり 1.8 円ということで、ミックスナッツってグラムあたり2円を切るとかなり安いんですが、これは 1.8 円ぐらいで、もっと安いものということで、こちらもね紹介しておきます。アイリスオーヤマのミックスナッツ、こちらがですねグラムあたり 1.4 円ぐらいです。で通常1700円のところが1219円、かなりお安いですね。はい、食品でねもう一つ、これね、僕はバターコーヒーに使ってるんですが、ギーイージーというねバターになります。非常に純度の高いバターで、飼料ではなくてですね草だけを食べさせた牛から絞ったミルクで作っているバターです。でこちらが、ね、2180円のところが1598円、 27% オフになっています。はい、あとね、ビジネスシューズを一つ紹介させてください。テキシーリクス、言いにくいな、テキシーリュクスシリーズですね。でこれアシックスさんが作っているブランドで、革のビジネスシューズなんですよね。で僕はスーツを着て勤め人をしていた時はもうこればっかり履いていました。でいろんなタイプがあるので、好みのものをね探してお買い上げいただけたらと思うんですが、僕がちなみに一番好きで履いてたのがこれで、全く飾りのないタイプのものです。でこれ何がいいかというと、まず革が柔らかいのと、軽くて、でしかもねソールが、さすがアシックスさんですよ。本当にねこの革靴でランニングができるぐらい柔らかいんですよ。履き心地がめちゃくちゃ良くて、で立ち仕事とかセールスでたくさん歩くという方に本当にこの革靴ねおすすめしたいと思います。で価格もねかなりお安いでしょ。もう騙されたと思ってねこの靴一遍使ってみてください。もうやめられなくなります。はい、いかがだったでしょうか。今回は Amazon プライムデーということでおすすめセール品を紹介してきました。まあうちのチャンネルのね性格上デジタルガジェット系が多かったんですけれども、まあ今回ねこの動画では紹介しきれていないお買い得なセール商品たくさんあると思いますので、もしねそういったものを見つけたら追加で Twitter でつぶやきたいと思っておりますし、またね視聴者の皆さんもセール会場いろいろ見て回って欲しいものをねぜひお買い得に購入いただけたらと思います。まあ、とにかくね人気の商品早くなくなってしまいますし、また納期がねものすごく遅れるということもありますので、プライムデーの場合は欲しいものを見つけたらねもう即購入というのが鉄則ですので、まずは欲しいものを手に入れて、その後ねゆっくりとセール会場を見て回るというような感じで楽しんでいただけたらと思います。この動画が参考になった、面白かったという方は高評価、チャンネル登録、そしてベルのマークをポチッとしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。